パルマイルベッキオは、ルネサンス期のイタリアのベネツヤ派の画家である。本名は、ヤコポ・パルマ、または、ヤコポ・ネグレッティ、ヤコポ・ニグレッティ。パルマイルベッキオと呼ばれるのは、同盟の老いの息子パルマイルジョーバネと区別するためで、ある。パルマは、ベルガモ近郊のセリーナに生まれた。パルマの名前が最初に資料に現れるのは1510年のベネツヤだが、 おそらくその少し前にはすでにベネツィアにいたと考えられている。パルマは1511年にアンドレア・プレビターリに弟子入りした。パルマの初期の作品はプレビターリの師匠でありそれまでベネツィア派の第一人者であったジョバンニ・ベッリーニの影響が見て取れるが、パルマはジョルジョーネとティツヤーのベチェッリオが開拓した新しい様式と主題に従うようになった。 評判によれば、パルマは、ロレンツオロットの仲間かつ競争相手となり、また、ティツィアーノの弟子に近い存在であった。やがてベリーニとジョルジョーネが死去し、セバスティアーノ・デル・ピオンボ、ロレンツオロット、プレビター・アリがベネツヤから去ると、パルマはティツィアーノに次ぐベネツヤ派を代表する画家となり、48歳で、早くによう去るまで多くの需要があった。また一方で、ボニファィオ・ベロネーの師匠であり、 ジョバンにカリアーニに影響を与えた。近年の研究によって、ジョルジョーネとキツヤーノから多くの貴族が削除されて、パルマイルベッキオに貴族されており、彼の作品数はここ数十年でいくら数を課している。絵の具と色彩の扱いにおけるパルマイルベッキオの純粋な絵画的能力は非常に優れている。パルマの娘を描いたとされる、キツヤーノの1520年頃の作品、ビオランテ。 以前は、パルマの作品と考えられていた。ウィーン、美術史美術館所蔵。パルマの絵画作品は、色彩の豊かさに優れているものの、創意工夫や力強いデッサンに関してはあまり考慮、されていない。彼は、新しい牧歌的な神話画と、半神像を描いたが、それらは、多くの場合、ジョルジョーネとティツヤーノによって確立された、理想化された美女であり、その当時から、 ベネツィアの有名な遊女の肖像画であると魅力的に推測されていた。彼はまた宗教的な作品を牧歌的な田園風景の中に描くのを得意とし、特に聖会話を横長のフォーマットで発展させた。神話画や世俗的な作品群では、例えばフィッツ・ウィリアム美術館のヴィーナスとキューピッドや美術史美術館の水浴する妊婦たちのように、 主題が正確には不明であることが多く、描かれた人物と人物の間で何かドラマが起きているように見える。これらの絵画は裕福なベネツィア貴族から大いに注目を集めた。またベネツィア内及び本土のベネツィア領周辺の境界のために伝統的な祭壇画を描いた。ベルガモのジェローザ、サンタ、クローチ教会急増の 聖ヘレナとコンスタンティヌス、聖ロクス、聖セ,セバスティアヌスを制作する1525年頃まで、ベネツィアで主祭壇画を依頼されていないが、特にサンタマリア・フォルモーサ教会の聖バルバラの多翼祭壇画やサンテレナイ・ミゾーラ聖堂の主祭壇画、未完に終わったサンマルコ堂深海委託の悪霊からベネツィアを守る聖マルコ、聖ギオルギウス、聖ニコラは、 ジョルジョ・バザーリーから賞賛されている。ビーナスとキューピッド1523年頃 -1524 年頃フィッツ・ウィリアム美術館所蔵。彼はイタリアの他の地域の影響を素早く吸収し、時にはミケランジェロのポーズをコピーし、1515 15年頃から1520年代にかけて中央イタリアから影響を受けた。1520年代のパルマの成熟した作品は、 正キルネサンス様式であり、コントラポストの習得、明るい色調のバレットの充実、保守的な構成における人間の理想的体系の異厳ある多様なレパートリーの開発を特徴としている。これらの資質は劇的なキアロスクーロ、空間的な試み、表現主義、革新的な構成を除いて、彼の作品を支配した。批判的な意見では、 突然の死の直前から彼の芸術が発展し続けていたか、あるいはエネルギーと方向性を失っていたかで大きく割れている。シドニー・ジョセフ・フリードバーグは、パルマのキャリアがティツヤーノとマニエリスムを含む他の北イタリアと中央イタリアのトレンドの影響の間で揺れ動いていると見ている。彼の攻防についてはほとんど知られていないが、ジョバンニ・カリアーニと同じように、 ボニーハーツェオ・ベロネーゼの死であったと考えられている。パルマの作品には、娘と言われるビオランテを描いたものが多い。キツヤーノは彼女に夢中だったと言われている。パルマの代表作として、有名なものに、聖バルバラの多翼祭壇画がある。これは6枚の絵画からなり、中央に死せるキリスト、その下に聖バルバラを置き、右から順に、聖ドミニコ、聖セ,セバスティアヌス、 先霊者ヨハネ、セイ・アントニウスが描かれている。ドレスデン美術館、アルテマイスター絵画館に所蔵されている、古外に座る三姉妹を描いた絵画は、サン・ビシンという名前で知られている。1900年に、ベネツヤアで発見された、肖像画は、ボーランテを描いたものだと思われる。他にはといった作品がある。最近、ティツィアーノが、ジョルジョーネの、ルヴィーナスと同じように、おそらく、 パルマの死後に彼の正解話を完成させたことが判明した。彼は二つの人物像を上塗りし背景を変更した。この絵画は現在、ベネツヤアのアカデミア美術館に所蔵されている。ありがとうございます。